こんな雪の坂道を歩く人、なかなかいないですよ。それに、雪って音を吸収するらしいんで。静かなのはいいですけど、近道しないで、いつもの道で行った方が良かったかもですね。ちょっとプロデューサー、大丈夫ですか？そうやってフラグ立てるのやめてくれません？2回目。気をつけてくださいね。って、あっ！平気です。プロデューサーが怪我したら、私だって困ります。さすがに怪我人にはいたずらできないですから。はあ、私たち二人して転んで。何してるんですかね。寒いし転ぶし冷たいし、本当にもう。だから冬って嫌なんですよ。